い予感が的中です。時、空、幻、上位三属性が働いています。塔や総員と同じですね。そう、やっぱりどうやらこの先は一筋縄ではいかないみたいね。ってことは、あの得体の知れない化け物どもが徘徊してるってことか。やれやれ、ゾッとしない話だぜ。そうか、わかった。当然敵による待ち伏せもあるはずだ。みんな気を引き締めていこう。地の底に続く縦穴、なんて大きさなのかしら。ここからの目測だと深さ500アージュって。やれやれ、こいつは骨が折れそうだぜ。ティオ、どうした。大丈夫、真っ青な顔してるわ。問題ないです。ただ昔いた場所のことを少し。昔いた場所、共和国の生誕にあったっていう連中の拠点のことだな。はい、多分この縦穴は煉獄に続く夜道を見立てて建造されたんだと思います。エイドスを否定する概念としての悪魔に近づき利用するため。そして彼らに供物を捧げる。最低の連中ね。どうりで神器臭い匂いがするわけだ。だったら俺たちの仕事は一つだけだ。俺たちの道を開いてくれた人たちのためにも、そして俺たちの帰りを待っているその神器臭い幻想を叩き壊して日の光の下に引きずり出してやる。もう誰も辛くて悲しい思いをしなくて済むように。ロイ、たく熱血野郎と言いたいところだが、ま、今回ばかりはそいつに一口乗らせてもらうぜ。私も乗った。敵は全てを影から操っていた得体の知れない雲のような存在。でも今の私たちならきっと届くことができるはずよ。はい、絶対に負けません。よし、それじゃ行こう。クロスベル警察特務支援課所属ロイド・バニックス以下4名、これより事件解決のため強制潜入捜査を開始する。見つけて。
物を送ってから列車に乗って。それであなた大丈夫？目が覚めたようじゃな。うなされておったが、どこか具合でも悪いのかね。いや、ちょっと寝不足だっただけで、なんだか変な夢を見ていたみたいだ。変な夢か。もしや色っぽい女子どもに迫られてあたふたする夢でも見てたかな。いや、そんないい夢じゃなかった気が。もうおじいさん、若い人をからかっちゃダメですよ。そうだ、眠気覚ましに冷たいレモネードでもいかが？凍らせたものを水筒に入れて持ってきているの。それじゃ。ごちそうさま。冷たくてすごく美味しかった。お粗末様。しかしその格好、帝国人ではなさそうじゃな。やはりクロスベル出身かね。しばらく外国で暮らしていたんだけど、戻ってくることになったんだ。そういうおじいさんたちもやっぱりクロスベル出身？もう共和国方面を旅行してちょうど戻ってきたところじゃよ。しかしそういうことなら今のクロスベルを見たら驚くかもしれんな。そうですね。ここ2、3年で街並みも結構変わってしまって。やっぱりそうか。実は最近何度か列車でクロスベル市を通り過ぎたんだけど、ずいぶん背の高い建物が建つようになったみたいだね。もともとクロスベルは大陸で有数の貿易都市の一つじゃ。金融業も発達していたため、諸外国から皆が集まりやすい傾向にあったのじゃが、一昨年の不戦条約以来その流れが加速したようだな。莫大なミラの投資対象としてデパートやらオフィスビルやらが次々と建てられているのじゃよ。いろいろ便利になったのはいいけれど、少し目まぐるしくなったわね。誰もがみんな時間とミラ儲けに追われるようになったという。あら、ごめんなさいね。せっかく帰ってきてくれたのに悪いこと言ってしまったかしら。いや、気にしないでよ。手紙でいろいろと聞いているし、それにどんなに変わったとしてもクロスベルはクロスベルだから。そう、若いのに分かっとるな。それに引き換え最近の政治がどもときたら、やれ帝国派だのやれ共和国派だな、意見争いばかり繰り広げおって、もはや心配できるのはマクダイル首相しかおらんわい。おじいさん、おじいさん。ごめんなさいね。この人と来たら政治の話になるともう我を忘れてしまって。いや、勉強になるよ。外国でもクロスベルタイムズは取り寄せていたんだけど、実際に話を聞いてみないと本当のところはわからないから。お前さんもクロスベルタイムズの愛読者か。多少ミーハーなところもあるが、なかなかいい記事を書く雑誌じゃ。もう少し実習行政の問題点に突っ込んでほしいところだが。
なるほど。やっぱりいろいろあるみたいだね。な、乗客の皆様にお伝えします。まもなくクロスベルチ地州クロスベル市に到着いたします。リベールレミフェリア各方面への定期飛行線をご利用のお客様はお乗り換えください。なお大陸鉄道降車規約に基づき当列車はクロスベル駅にて30分ほど停車させていただきます。エレボニア方面に向かわれる方は入国申請書をご記入の上、臨検官への提出をお願いいたします。到着のようじゃな。帝国軍人の顔ごと見たくもないし、とっとと支度をするとしようか。そうだね。あれから3年、セシルネートは何度か動力通信で話してるけど、兄貴、セシルネ、俺やっと帰ってきたよ。クロスベルにみんなで過ごした。生きてるその意味を探し続ける、それが生きることさ。
へえ。うわー、ずいぶん様変わりしたな。デパートなんか完全に新しくなってるし。あれ、そっちの建物は？去年オープンしたばかりのオーバルストアじゃ。最新の動力製品から動力車まで扱っておる店舗でな。帝国製、共和国製、リベール製、エプスタイン製。はあ、大したもんだね。それに結構車も増えたみたいだ。3年前はほとんど見かけなかったんだけど。お金持ちにしか縁がないものだとは思うけど、動力バスの本数が増えたのは正直ありがたいわね。南にある病院方面なんか30分ごとに走っているのよ。へえ、それは便利になったね。そうか、3年目そこまで変わったんだ。さてと、ここまででいいぞ。就職先に顔を出すんじゃろ。な、うん、せっかくだから家まで運ばせてもらおうと思ったけど。あらあら、ダメですよ。せっかくの初出勤、遅刻でもしたらどうする。さあさあ、何事も始めが肝心じゃ。確かにそうだね。しかし戻ってきたばかりで住む当てはあるのかね。東通りでよければ下宿先は紹介できると思うが。なあ、気持ちはありがたいけど寮が用意されているらしいんだ。送った荷物もそちらに届いているはずだよ。ははあ、そうじゃ。私たちは東通りの外れの方で暮らしているの。何か困ったことがあったらいつでも頼ってらっしゃいな。うん、ありがとう。落ち着いたら挨拶に伺わせてもらうよ。あ、それじゃあまたね。あれ、あの雑居ビルちゃんと残っていたんだ。確かクロスベルタイムズが入っていたはずだけど。懐かしいけど、この街並みじゃ浮いてるよな。さてと、特務支援か。警察学校のカリキュラムじゃまだ制服も受け取ってないし、どういう部署なんだろう。まあいい、とにかく行けばわかるよな。さすがに警察の場所までは変わってないだろうし。よし、初出勤と行きますか。クロスベル警察、前にも何度か訪ねてるけど、ここが今日から俺の職場になるんだな。さてと、まずは受付に挨拶しておこう。あ、そうだったんですか。
嬉しいです。一緒に働くお仲間が増えて。あれ、おかしいですね。今日新人の方が来るっていう連絡は受けて、その警察本部じゃなくて警備隊の方ではないですよね。いえ、警察本部で間違いないと思います。一応警察学校の方で捜査官の資格をもらいましたし。え、捜査官試験に合格されているんですか。すごいですね。新人の方では珍しいですよ。いや、運が良かっただけですよ。それに今回試験を受けたのは自分だけだったみたいだし。またまた謙遜しないでくださいよ。でもおかしいですね。だったらこちらにも連絡が来てるはずですけど。あの、どちらの部署に配属される予定なんですか。はあ、特務支援課っていう部署らしいんですけど。特務支援課？あれれ？そんな部署ありましたっけ。あの、ないんですか。ちょっと待ってください。どこかでその名前を聞いたことがあるような、ないような。おお、来やがったか。フラン、うちは俺が引き取ろう。うちの新人なんでな。あ、なるほど。警部が立ち上げた新部署の名前だったんですね。ああ、よろしく頼むわ。ま、半年も経たないうちに亡くなってるかもしれんがな。特務支援課課長、セルゲイ・ローだ。はい、ロイド・バニングスです。クロスベル警察、特務支援課への着任を報告させて。ああ、それはまだいい。着任報告をするのはまだ早いと言っている。ついてこい。他の連中を紹介しよう。え、その頑張ってくださいね。いろいろ大変だとは思いますけど、ガッツがあれば大丈夫ですよ。はあ、激しく不安だ。おっと、おいでなすったようだな。はあ、待たせたな。こいつが最後のメンバーだ。おい、自己紹介。あれ、先輩にしては顔ぶれが同じ真珠。あ、いや、それにしたって若すぎる子もいるような。おい、どうした。名前と出身だけでいい。すみません、ロイド・バニングス、ここクロスベル市の出身です。しばらくの間外国で暮らしていたんですけど、この度警察に入るにあたり戻ってくることになりました。これからよろしくお願いします。おお、真面目だね。おっす、俺はランディ、ランディ・オルランドだ。
趣味はナンパ、ギャンブル、グラビア雑誌の鑑賞ってところだ。はじめまして、エリー・マクダイルです。あなたと同じクロスベル市の出身です。よろしくお願いしますね。どうも、ディオ・プラト、レマン自治州から来ました。よろしく。よろしく。セルゲイ課長。なんだ。特務支援課というのは一体どういう場所なんですか？その自分も含めて随分若い顔ぶれのような。いろいろあってな。ちなみに全員お前と同じく期待のルーキーばっかりだ。気楽でいいだろう。いいのかしら。口やかましい先輩がいないってのはありがたいね。なんだこの状況。なんだか無性に不安になってきたぞ。こちらセルゲ。おお、ご苦労さん。あれは携帯用の通信端末。そんなものまで実用化されているのか。ああ、了解だ。それじゃあ後始末の方は任せてくれ。よし、喜べルーキーども。この特務支援課がどんな仕事をするのか。これから素敵な場所でじっくりと体験させてやろう。駅前通りの外れ、一体何があるのかしら。後始末とか言ってたが、まさか資材を片付けろとか言うんじゃないだろうな。ここから先はクロスベル市の地下に広がるジオフロント区画になる。今からこの中に潜ってもらう。潜るって。おい、どういうことっすか。お前たちの総合能力および実践テストのためだ。ジオフロント内部はそれほど手強くはないが、魔獣の類が徘徊している。それらを掃討しながら一番奥まで行ってもらおう。なるほど、実践テストか。それなら気が楽かね。ちょっと待ってください。テストはともかく、どうして魔獣の徘徊する場所にわざわざ入る必要があるんですか。警備隊じゃあるまいし、捜査官の仕事じゃないですよね。確かに普通は捜査官の仕事じゃないだろう。だが特務支援課に所属するメンバーは話が別だ。詳しい説明は後だ。
まずはこいつを受け取れ。これは新型の戦術オーブメント。ずいぶん洒落たデザインだな。第5世代戦術オーブメント、通称エニグマ。ようやく実戦配備ですか。ああ、財団の方から先日届いたばかりの新品だ。お前たちの適性に合わせてすでに調整もされている。使い方はティオ、お前がレクチャーしてやる。面倒だけど了解です。新型用のクォーツはありますか。ああ、少ないが受け取れ。それと肝心のこいつだ。それじゃあ一通り魔獣を相当したら本部に戻ってこい。細かい話はその後してやろう。おっと、ついでにこいつも渡しておくぞ。ドロイド、とりあえずお前リーダーな。え、今のところ捜査官としての正式な資格を持っているのはお前だけなんだよ。そんじゃ任せたぞ。押し付けられちまったな。でも捜査官の資格を持っている人がいて心強いです。ロイドさん、よろしくお願いしますね。いや、呼び捨てていいよ。見たところ年も近いみたいだし。そう？ちなみに私は18だけど。なあ、それなら同い年だ。あなたたちは。俺は21だが、堅苦しいからタメ口でいいぜ。よろしくな、ロイド、エディ。ええ、こちらこそ。よろしく頼むよ。それで、君の方は14ですが、問題が。いや、別に問題があるわけじゃ。って、14歳なんだ、見た通りの年ってわけか。驚いた。そんな若くて警察に入れるものなのね。いやいや、どう考えてもおかしいから。確か一般の警察官でも16歳以上だったはずだし、日曜学校も卒業していない子がどうして警察なんかに。正確に言うと、私は警察官ではないです。ヘプスタイン財団から出向したテスト要員ですので。ヘプスタインって、いや、さっきの戦術オーブメントの。そう、なるほどね。ここ数年クロスベル氏の財団と協力して大規模な計画を進めているのは聞いていたけど。ネットワーク計画です。そちらにも少しは関わっていますが、私の出向目的は別にあります。こ
それは機械仕掛けの杖。オーバルスタッフといいます。この新武装の実践テストのため私は財団から出向しました。ロイドさん、ご理解いただけましたか？ちょっと待ってくれ。もしかしてその杖を使って君も戦うのか？捜査官の資格があるのに随分察しが悪いんですね。実践テストのために出向したと言いましたが。まあまあ、ここで揉めても仕方ないぜ。この先のジオフロントってのがどれだけ危険かは知らないが、まずはあのおっさんが押し付けてきたミッションをクリアすることを考えようや。そうね、納得できないことも多いけど、すまないティオ、気分を悪くしても謝るよ。別に、あなたの反応は常識的だとは思いますから。ところで、私の武装はこのオーバルスタッフですが、皆さんの武装は何ですか？俺の獲物はこれだよ、こいつさ。それは警棒の一種、トンファーか。東方で使われる武具だな。殺傷力よりも防御と制圧力に優れているらしいが。なるほど、警察官らしい装備ね。いろいろ試してみたんだけど、これが一番しっくりきてね。で、エリーとランディの獲物は？私はこれね。はい、動力銃、少し古いタイプですね。ずいぶん綺麗な銃だな。競技用に特別にカスタムしてもらったものよ。旧式だけど狙いの正確さは期待してくれてもいいと思う。お、自信満々だね。そんじゃ俺はこいつだ。こいつだ。それは随分大きな武器だな。中世の騎士が使っていたハルバードみたいな形ね。財団の武器工房で見かけたことがあります。動力を衝撃力に変換するユニットがついていますね。ああ、スタンハルバードだ。ちょいと重くて扱いにくいが、一撃の威力はなかなかのもんだぜ。なるほど、ティオの杖がどういうものかはわからないけど、魔獣との戦闘になったらバランスよく戦えそうだな。確かに。まあ、そのあたりも考えて俺たちを集めたのかもしれない。あのさ、とぼけた顔して結構したたかそう。そうですね、私のオーバルスタッフの性能は、お、先ほど支給された戦術オーグメントの性能を説明しますか？了解します。一般的にオーグメントというのは、動力エネルギーを利用して照明や冷暖房などの日用品から、車や鉄道の動力にもオーグメントの力が使われています。戦術オーグメントとは、これを個人の戦闘用に特化させた。今回支給されたのはエプスタイン財団で開発されたその最新型です。従来のものと同じくクォーツと呼ばれる結晶回路をセット。クォーツ、セプチウムのかけらから作られるオーグメント用の回路のことね。さっき課長にいくつか渡されたけど。ええ、それを戦術オーグメントの開封されたとして、クォーツをセットしたラインの属性値が一定に達すると、オーバルアーツの使用が。魔獣の種類によっては武器による直接攻撃よりもアーツの方が有効なこともあるんだ。だから魔獣との戦闘に入る前にきちんと用意しておかないと。なるほど、魔獣と戦うためのとても重要な要素というわけね。遊撃士協会や警備隊でも採用されてるくらいだしな。そう思って間違いないと思う。あとは、そうです、戦術オーグメントは個人の特性に合わせて調整されているので、
も人によって属性限定のスロットやスロットを結ぶライマーどこが違うのかは後で見比べていただければわかる。オーバルアーツの詳しい使い方は実践で覚えた方がいいでしょうし。おかげでよくわかったわ。ありがとう、ティオちゃん。どういたしまして。てか、新型って言っても昔のと使い方はあまり変わらねえみたいだな。ええ、旧タイプの使用経験があれば今まで通りの感覚で扱えるはずです。別機能って？まあ現時点では関係ないので、それよりも今は任務の遂行を優先しましょう。ああそうだな。微妙に気になるけど、とりあえずジオフロントに入る前に戦課長に渡されたクォーツをセットして。ええ、そうね。んじゃ、とっとと支度。ここがジオフロント。話には聞いていたけど、こんな場所が都市の地下に広がっていたなんて。おー、たまげたな。中世の地下水道あたりが残っている場所かと思ったが。データベースの記録によると、20年前の都市計画と同時に建造上水道、下水道、ゴミ処理施設に加え、動力ケーブルや各種プラントなども後から増設されたようですね。いや、これは確かに予想外の場所だったかもしれない。しかしこの上は確か中央広場あたりになるんだが、その下に魔獣が徘徊しているのか。普段は封鎖されているため都市に現れることはありません。たまに工事現場の作業員の方々が襲われて怪我をすることもあるようです。ですが現在警察の方では対処しきれていないみたいですね。そうか、そのための特務支援課ということかしら。ま、それならそれで分かりやすくていいけどな。状況は分かった。捜査官の役目かどうかはともかく、必要な仕事であるのは確かみたいだ。テストであるかどうかは別にして、きちんとやり遂げておこう。ほう、真面目だね。でも確かにそうね。一つ一つ基本を確かめながら確実に進んでいきましょう。了解です。
をつけて。了解。行くぞ。さあ、いや。私の番ね。そこ。はい。あ。行くぜ。畳みかけるぞ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。わかった。と、ここです。まだまだいける。じゃあ畳みかけるぞ。やりやす。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。アイサー。オッケーです。はっ。はっ。
よし、もう大丈夫だ。よっしゃ、畳みかけるぞ。やばい、チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。わかった。おう、そう、ここ、はい、さて、はい、さあ、先を急ぎましょう。バックを取られた。気をつけろ。お返しよ。行くぞ。任せて。そこ。さてと。そこです。行くぜ。ぜい。よし、セイハッ。さて、はっ、はい、えい、任せろ。はっ、よっ、任せてくれ。えい、はっ、これが俺たちの力だ。こんなところに地上に出る。上はマンホールのようですね。データベース、なんで開きっぱなしなの。さあ、管理している視聴者が閉め忘れたのかもしれない。後で連絡を入れておいた方がいいかも。そうだな、そうしようか。始めましょう。はい、そう。さてと、えい、チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。はい、わかった。はい、そう、と、えい、これが俺たちの力だ。この声は子供の泣き声。
おいおい、どういうことだよ。確かジオフロント内部は封鎖されてるんじゃないのか。私に言われても、あくまで公式的にそうなっているだけの話です。話は後だ。とにかく一刻も早く鳴き声の主を。任せて。行きま、行くぜ。行くぞ。しまった、立て直さないと。了解です。行くぞ。やっや、私の番ね。そこ、私の番です。私の番です。そこです。おっしゃー、ぜい。お、俺の番だ。さて、そこ。さてと、あ、敵集団撃破しました。よっしゃ、畳みかけるぞ。やばい、任せてくれ。セイハッ。さてと、やよかった。駆動。さて、
肉マック丼。私の番です。あ、任せろ。来やがるってな。よかった。こんなところにいたの。大丈夫かい？どこか怪我してよって。うわあ、あらら。安心した途端、気が緩んじゃったのね。ロイド、私が変わるわ。よしよし、怖かったね。もう大丈夫だから。お姉さんたちがついてるからね。外にいた怖い魔獣は、お姉さんたちが退治したわ。ここは暗くて狭いから一旦外に出ましょう。さ、抱っこしてあげるからしっかりと捕まっていてね。大丈夫です。僕もう立てますから。そっか。男の子だもんね。名前は何て言うのかしら。アンリって言います。鮮やかなもん。それでアンリ君、どうしてこんな場所に？鍵がかかってたはずだけど、どこから入ってきたの？その、僕たち中央広場の鐘のある場所で、あそこにあった蓋を開いたら、はしごがあるのを見つ、そう。なるほど、あのマンホールから入って。この入り口はデータベースに追記する必要がありそうです。ちょっと待った。僕たちっていうことは、他の子も一緒に入ったのか？はい、友達の竜が一緒に冒険してみようって。でも途中で怖い魔獣に見つかって。そうだったの。ねえロイド、どうする？そうだな、時間がない。この子と一緒に奥まで行こう。いいんですか？その子を先に脱出させなくて。一旦二手に分かれて捜索を続けるって手もあるぜ。とにかく一刻を争う。いきなり戦力分散するのもあまり得策じゃないだろう。エリー、この子の守りを頼んでいいか？ええ、またもし魔獣と戦闘になっても私がこの。アンリ、これからお兄さんとここにいたら君も危ないから、できればついてきてほしいんだ。どうだい？僕、竜のことが心配だし。よし、護衛対象を守りながらの捜索だ。
ええ、了解です。そんじゃもう一人のワン、上がってきやがれ。よし、よっ、いや、任せて、やっ。さてと、任せろ。ちょろいぜ。奴らの注意を引く。分かった。はっ、やっ、そこ。なんとか注意をそらせたみたいです。よし。俺の番だな。おっしゃ！
私の番です。そこです。さすがにちょいと手こずっちまったかな。龍が入ろうって強引に。何言ってんだよ。最初にジオフロントの話をし始めたのはお前の方だろ。だからって本当に入るとか言い出すなんて。はいはい、言い争いはそこまでだ。ごめんなさい。へえ、兄ちゃんたち初めて見る顔だね。結構強いみたいだけど、新人の人たち？え？たく、調子のいいガキンチョだな。助けられたんだったら、まずはお礼を言うのが先だろ。へへ、まあ助かったよ。危ないところもあったけど、俺もかすり傷くらいで済んだし、まあギリギリ合格点かな。精進させてもらうよ。でも無事でよかった。
そうですね。どうやら終点みたいですし、一応セルゲイ課長の課題もクリアしたことになりますね。そうか。まあこんなハプニングがあるとは思ってもなかったけどな。そんじゃガキども送ったら警察本部に戻るとするか。ん？どうしたんだ？あのさ、兄ちゃんたちってやっぱり新人なんだよな。ああそうだけど、しかしよくわかるな。制服だって着てないのに。制服？お兄さんたちギルドの人じゃないんですか？え？ギルドってブレイサーギルドのこと？ギルドって言ったら他にあるわけがないじゃん。え？いや、俺たちはクロスベル警察に入ったばかりの新人だけど。警察の人間？嘘だ！どうして警察のおまわりがこんなところにいるんだよ！ちょっと任務の途中で君たちを見つけたってわけなんだけど。でも、そんなに不思議なことか？だってさ、警察のおまわりって言ったら腰抜けって有名じゃんか。え、態度も横柄な割に何の手助けもしてくれないって父ちゃんが言ってたぞ。いざという時は遊撃士の方が何十倍も頼りになるって。やっぱり。龍、失礼だよ。いくら警察の人だって僕たちを助けてくれたんだし。せっかくギルドの新人に助けてもらったと思ったのに。いろいろとあるみたいだな。って、おい、まずいぞ。にやっても今の装備じゃ勝ち目はねえぞ。分かってる。ここは俺が引きつけるから、みんなはなんとか脱出。ちょっと正気ですか？この状況じゃそれしか方法はない。ランディとエリーでその子たちを抱きかかえて、とにかく隙をついて逃げろ。それしかねえか。兄ちゃん。やれやれ、自己犠牲も結構だが少々短絡的すぎるな。どうするつもりだ？ごめんなさい。その、悪かったよ。ま、無事ならそれでいい。もう夕方だ。とっとと出て家に帰るぞ。
どうした、お前たちは戻らないのか。ね、ああ、そうですね、一緒に戻らせてもらいます。ならグズグズするな。先ほどのようなこともある。最後まで気を抜かないことだ。尋常じゃないというか。腕前の方も普通ではありませんでした。一体何者なんでしょう。それで何者なんだよ、あの凄まじいおっさんは。ええ、多分アリオス・マクレイ。クロスベル・タイムズで何度か読んだことがある。遊撃士協会クロスベル支部に所属する。どんな依頼も完璧にこなし、市民から絶大な信頼を得ている。クロスベルの真の守護神、風の牽制、アリオス・マクレインだ。なんだ。いやー、アリオスさん、またしてもお手柄でしたね。ずさんな市の施設管理のもと、危機に陥ってしまった少年たちを鮮やかに救出した手際の良さ、最新号にバッチリスクープさせてもらいますから。すげえ、俺たち雑誌に載っちゃうの。でもそれってなんか嬉しくなって。グレイス、あまり騒ぎ立てないでくれ。確かに市の管理も問題だが、この子たちの行動にも問題がある。いえいえ、あくまで読者のニーズに応えているだけですから。クロスベル警察の未来を背負う特務支援課初めての出動。しかし力及ばず、いつもと同じように遊撃士に手柄を奪われるのだった。はあまり感心しない。一応この子たちを最初に助けたのは彼らだ。
爪は甘かったようだな。あらら、やっぱりそうなんだ。ま、記事でいろいろ書くと思うけど、あんまり気にしないでね。腹みてえだが、結構好みのお姉さんだけど、ちょいと癖がありそうだな。そんな問題じゃないでしょ。それでロイド、どうするの？ああ、セルギー課長が出した課題はクリアしたし、一旦警察本部に戻ろう。子供たちの件についてもさっきもらった戦術オーブメント、もしかして通信が入ってきているのか。ええ、そうみたいですね。そこの赤いボタンを押せば通信モードに切り替わります。ああ、これか。ロイド・バニングスです。セルギー課長ですか？一体どうしたんですか？その急いで警察本部に戻ったんでも、副局長がお呼びみたいで。副局長。まったく、一体何のつもりだね。任務に関係ないことに首を突っ込んだ挙句、持たない部署だ。絶対に出世の役には立たないぞ。それどころか問題に巻き込まれて経歴を汚す可能性もある。バカバカしいとは思わないかね。ロイド君は捜査官志望だったか。ならば捜査課のどこかに回そう。他の者もそれぞれ適性に合った新しい配属先を用意しておく。なーに、悪いようにはしない。一晩じっくり考えてみたまえ。
やれやれ、なんか妙なことになった。しかし配属を辞退しろと言ったって。どうやら警察内部でもいろいろとあるみたいで、噂程度には聞いていたけど。そうですね、これでは約束が違います。あら、約束って？いえ、こちらのことです。それよりもセルゲイ課長はどちらにいるんでしょう？そういや、そうだぜ、まあ、課題を出すだけ出しておいて出迎えもなしってのはどういうことだ。代わりに嫌味な副局長ってのにネチネチ絡まれちまうし。なんだよロイド、元気ないじゃないか。配属を辞退しろっていうのがそんなにショックだったの？ああ、いや、なんだか思ってた場所と随分違っていたからさ。おー、新人ども、災難だったみてえだな。あなた方は？どの番だ？捜査二課に所属している。同じく二課のレイモンドだよ。へえ、噂には聞いてたけど、こんな小さな子までいるのか。うん。はじめまして、ロイド・バニングスです。エリー・マクダイルです。ランディ・オルランド。よろしくっす。おー、ようこそクロスベル警察。そっか、おめえがあの警部？いや、なんでもね。しかしセルゲイのやつも無茶なこと考えやがろうぜ。こんな新人どもばかり集めて市民どもの人気取りだな。しかし君たちも貧乏くじを引いちゃったよね。大変そうな割には報われなさそうだし、僕だったら辞退してるだろうな。おめえはもうちょっと根性を入れた方がいいじゃねえか。今からでもセルゲイのところに預けてやってもいいんだぞ。やだな警部、勘弁してくださいよ。ま、大変だと思うが、セルゲイに付き合うかどうか一応考えてみてやってくれ。ただ無理はすんなよ。なんだったらまとめて見たり引き取ってもいいからな。どうも。それじゃ頑張ってね。あ、エリちゃんだっけ？今度一緒に食事でもどうだい？実はいいレストランを見つけて。ほら、とっとと行くぞ。あいた、単なる社交辞令ですってば。なんだか知らんが、散々な言われようだったな。貧乏くじはともかく、大変そうなのは嫌かも。とにかく課長本人から詳細を聞いてみないと。受付で聞けばどこにいるかわかるかしら。なあ、うん、そうだな。もしもし、ロイド・バニングスです。ああ、狐の小言と嫌味は終わったみてえだな。
なかなかうんざりするな。ええ、それはもう。じゃなくて、一体どこにいるんですか？警察本部で待ってるって言ってたじゃないですか。ああ、お前らの荷物が届いたから引っ越し屋に立ち会ってたんだ。なかなか親切な上司だ。荷物ってひょっとして寮ですか？詳しい話はそこで改めてしてやろう。待ってるからとっとと来い。ふぅ、分かった。それで寮っていうのは一体？ああ、正確には寮じゃないぞ。え？正確にはクロスベル警察特務支援課分室ビルだ。そこの2階と3階がお前たちの部屋になってる。雑居ビルじゃないか。なんだ、ずいぶんボロい建物だな。あっちのデパートと比べると古ぼけて見えるっていうか。築30年、取り壊し間近って感じです。本当にここが特務支援課の分室なの？ああ、間違いないとは思うけど。ああ、遅かったな。セルゲイ課長、とっとと中に入れ。この特務支援課がどういった部署なのか、お前たちの疑問の全てにちゃんと答えてやるからよ。市民の安全を第一に考え、さまざまな要望に応える部署。そう、それが新たに設立された特務支援課の行動方針だ。市民の生活に密着できるよう、こんな街中に分室も用意された。でもそれって完全に遊撃士協会の真似っていうか。パリテーに言えばパクリですね。だよな。知っているかもしれんが、現在このクロスベルにおいて遊撃士協会の評判は大したもんだ。風の牽制なんて呼ばれているあの男に加えて、かなりの実力者がクロスベル支部に常駐している。それは警察とギルドとの比較評価と組織としての問題点の指摘。なるほど、そういうことか。要はギルドのお株を何とか奪って人気取りをしようって腹なわけだ。なんか露骨ですね。ま、ぶっちゃけて言うとお前らの指摘する通りだ。だが警察の基本理念は治安維持と自治州法の遵守。やれやれ、そんな部署で俺たちを働かせようってか。
正直想定外ですね。まあまあそうせくな。聞いているかもしれんが、配属を辞退することは可能だ。正式に配属された場合、やってもらう仕事は様々だ。今日みたいな魔獣退治の仕事なんかも入ってくるし、落とし物探しや本部の手伝いなど細かい雑用も入ってくるだろう。その気がない人間に務まるとはとても思えんからな。一晩考える時間をやろう。配属を辞退した場合、他の部署に配属されることになるが、全てはお前たち次第というわけだ。所属してたのは確か大事件や政治的国際的な案件を一手に引き受けるエリート集団。他のみんなはどうするつもりなんだろう。あの3人警察学校も出てないみたいだし、いろいろ訳ありみたいだったけど。